こんににちはすっかり夏日になり夏なましたね、えー、今日はですね、えーまあ、いろんなことをお話しいたしますが、えー、6月下旬にかきましてね大阪で G20 のサミットがあるということで、まあ、それに関連することにもなりますが中国とアメリカとのですねある意味での激しいその対立、まあ、動きが激しくなっておりますので えー、その点についてお話をしてみたいいと思いますアメリカではそのおチャイナのですね、まあ、私はシナというんですが特段あの差別用語でも何でもないんですけれどもその通信機器製造会社であるう漢字で書くとあの中華の花,花ですねそしてためという、えー、名前がその「チャイナのため」だとこういうようにもね、えー、読めるんですが。 海技術英語ではファーウェイと言ってるようですね横文字では HUAWEI ですかが人民解放軍や共産党の公安部門と連携してですねスパイ行為や栽培攻撃のインフラ構築に加担しているのではないかとの指摘が後を絶ちませんでしたまあ具体的には18年ぐらい前ですかね アメリカの議会での委員会が不安上に警告を回したというのを私は記憶しておりますが昨年、アメリカによるイラン制裁をくぐり抜けるために米国の金融当局に虚偽の説明をしたとしてアメリカはカナダの司法当局に要請して副会長を詐欺の容疑で対応させた。 カナダはししましたそして、まあ、現在、えー、ご案内の通り身柄の米国引き渡しを要求していて、えーまあ、カナダの中でまあ裁判が続いているとこういうことでございますが今年のまあ5月15日に至りましてですねトランプ大統領はアメリカ企業が安全保障の,の脅威がある外国企業から通信機器を調達することを禁止する大統領に署名して 同日付でアメリカ政府はファーウェイに対するハイテク製品やソフトウェアの供給を停止いたしましたそれからスマホの基本ソフトの Android をファーウェイに供給してた Google が取引を一時停止しまして多くのハイテク企業が追随して部品供給ファーウェイに対する部品供給の 取引を停止しましまたたどんな会社があったかですねちょっとあ復習でお話ししてみたいんですがグ、えーグルのまあ親会社でありますアルファベットグーグルの親会社の名前ね意外とアルファベットなどという名前になっているということは知られてないんですが アルファベットという会社が参加のグーグルのなんですがそれはファーウェイに対するハードウェアソフトウェア技術提供サービスを停止しましたオープンソースのまあライセンス停止で入手可能なものについてはですねえ今後も提供を続けるとこういう,ふう発表ですからまあ例えばまあ最新のまのソフトでえあるライセンスがついてる ものでまあオープン誰でも使えるというようなものはまあ提供を続けるということですがまあ一方ではね報道によるとおファーウェイの方はまあそんなものをお茶の子栽培で新しいソフトを OS を作るんだなどというね報道があったとも見ていますが本当のことは分かりませんあとルーメンタムホールディングスこれは工学部品の会社ですね私はよく分かりませんがファーウェイの出荷を全て停止してアメリカ製品運 の措置を完全に重視すると発表しましまてファーウェイの比率は18%だそうです自分たちの中でですねまあ光学製品ですからカメラの方のレンズとかまあいろんなガラス製品あるんでしょうあと半導体のコールボという名前の会社がありますがこれはファーウェイの停止で5000万ドルの減収が出るんですけれどもまあ全体としてはまあ15%だから取引を停止するとこういうことでございます。 あと、アナログディバイシズという会社がありますが、これは、えー、何も出荷しないと、もう全部手を切ると、ファーウェイとですね。あと、インファイという会社がありますが、これも半導体ですね。これは業績上、えー、14%ファーウェイのシェアがあったそうですが、えー、まあ、損するけれども、まあ、停止すると。あと、パナソニック、これ日本の会社ですがね、もともとは、日本経済新聞によると、 アメリカ政府の中止を決めたんですが、影響、政権への影響はほとんどないと、こういう発表ぶりでした。あと、やはりですね、えー、半導体メーカーが多いんですよね、えー、インテルとか、コアルコムとか、ザイリンクス、ブロードコムの各社は、えー、ファイウェイにはまあ提供しないと、まあ、ちょっと発表するまで、えー、慌てんなと、こういうこともね。 え、まあ社員に行ったということが来ていますが、私ですね、審議のほどは分からないんですが、あのー、アームという会社があるんですね。まあ、アームというのは、まあイギリスの国籍の会社ですが、まあ日本のその経営者が買ったとかで、まあ有名になったんですが、スマホ時代になるとですね、その半導体はアームの力がすごく強いんですね。PC の場合には、えー、まあインテルという会社が非常に強かったんですが、 そこもまあ取引を停止するということですから、ファーウェイの対する打撃はまあ相当なもんじゃないかなと思います。ですから、どのくらい減収なのかとか、そういう数字はまあ追ってですね、発表されてくると思いますが、ここで申し上げたいのはですね、アメリカはその軍産複合体とも言われますが、軍事直接ですね、武器とか航空機とか、そういう会社あるんですね。 名前はあまり言いたくないんですがそのボストンの郊外に行きますとねずらーっとそういう会社の本社がありますねミサイルを作っているとかその誘導装置だとかですねある船の,そのレーダーだとか、えー、そういうものを作っているとかアメリカ意外とその軍事についてはですね他の国に頼ってるところはないんですね。まあ、有名な話ですが えミサイルに日本の半導体が使われて,ていいるととうことです開けてみたら日本の半導体一つもなかったなんていうね、えー、落とし場汗なしみたいな話が、えー、昔あったことがありますがそういう意味でその重要になるその技術というのはアメリカは全部自分で確保をしていて例えば航空母が作る技術謎ともね、えー、船は造船技術は普通の民間の造船は中国とか日本にね、えー、あるいは韓国に作らしてるんですが。 軍事の技術は全部自分で、自分たちで保持すると。こういう伝統も、やり方もありますので、そうした軍事企業というのはもう外国からのその出資も何も受け付けないと。お前アメリカ人でがっちり守るんだと。こういう発想ですが、その通信関係、情報通信関係はですね、どちらかというと、その外国の資本が入ってきたり、そういうこともあったんですよね。で、外国の企業が買って、例えばコンピューターの、 え、ストレージ、まあ、蓄積部分をですね、日本の企業が買うとか、そういうことがあったことは事実です。ただ、こうしてみるとですね、やはりアメリカが戦略的にその外国には売らないという会社は何だというと、ね、情通信企業ですよ。あと、あの、ちょっと前に申し上げました、軍事企業は絶対売らないと。こういうことなんですが、私の目で見ると、マイクロソフト、インテル、クアルコン、 シスコの4社だろうと思うんです。マイクロソフトはご案内の通り、まあ、ビル・ゲイツさんが創業した会社でですね、Windows、これはソフトですね、PC の時代え。Windows はまあ、との関係、日本との関係は朝からの関係がありましてね、えー、NEC が PC98 というのを作ったときに、それとお Windows と、まあ、交換するようにですね、日本は、P、Windows に乗り換えてですね、 OS に乗り換えたという経歴もありましたし、そもそも Windows の発足自体から日本のシェアがまあ半分ぐらいあると、まあ日米間でまあ共通して、えー、進化してきたとこういうような感じもありますし、ビルゲイツさんの自伝を読むとね、日本に本当に世話になったと日本の関係者には世話になったというようなことも書いてありますね。まあインテルはパソコンの CPU の製造ほぼ独占してきた。まあこれに対抗する安いね。 製品があってばと値段が下がったりしたこともありますが PC の時代の CPU 中枢部をですね製造してきた会社です日本にも工場がありましたかねマイクロソフトはご覧の通り携帯電話用の OS を開発したんですが失敗しましたねほとんど売れないとこういうことでインテルは携帯電話のスマホの時代になってからですね インテルは、えーえー、その、あまりパッとしなくてですね、イギリスに本社のあるアームという会社に遅れを取ったと言われております。先ほど申し上げたように、ファーウェイに対するですね、えー、もう取引しないと、とアームも言ってますね、えー。そういうことです。日本ではシスコの製品がですね、えー、市場を設計して、日本の通信企業はですね、えー、D60 とか D70 と電子交換機を開発してたんですが、 そのいわゆるルーターみたいな技術が入ってきたものですからもう全滅日本の技術開発を全滅しちゃってですね、スマホに時代になっても自ーン状態ですね、今、日本はですね、応援してないんですね、全部アメリカ製、アンドロイドも iPhone もアップルもそうですしあと、ですすね、ね、えー、と言いますか、ね、ルーターとかそういう技術はみんなアメリカ製ですね日本の会社作ったりしますが、それは OM ライセンスもらってですね えー、作ってるだけの話です。独自の技術はあります。えー、ところがですね、フェアウェイはスマホのシェアで今世界第3位なんですよね。で、そういうわけでは、高は、えー、スカンジェナビアのお会社であるエリクソンという会社がありますね。上通信機器の会社。これを超えて世界最大の通信機製造会社となっております。で、そういうことで。 アメリカの懸念はフェアウェイが発展すればすですね裏口から情報を盗み取る動画が取り付けられて重要な国家インフラをに、えー、外国勢力がおおそれを破壊することを可能にするとこういう主張でございます 5G という時代通信の時代にフェアウェイが一社で,です、ね、コアルコムとシスコの無線技術と交換技術と双方の製品を席巻することになればです、ね、世界の情報通信網がシナの 関係による盗聴などが容易になるという懸念から標的にされたのではないかということは間違いあります、えー。中国のですね、こうした常習集活動た本当は組織的に行われてますね。これは私の個人のせきの経験なんですが、中国からある留学生に来たんですよね。で帰る寸前になって泣きそうな顔してるがなんだと言ったらですね、日本のある電気会社の工場に行ってですね、えー、パンフレットをもらおうと。 これができなかったというんですね。パンフレットぐらいで泣きそうになるというのはおかしいんですが、そうしたミッションを持ってですね、えー、まあもちろんスパイ活動には秘密でも何でもないですから当たらないんですよ、日本ではね。それを集めて回ってんですよ。それで私は北京に行った時、その学校のです、ね、図書館に行ったらですね、もう整理されて日本のですね、ありとあらゆるその通信機器の,そのカタログがです、ね、整理されて入っている。ですからデザインだとかね、うん、そういうの の参考にするんでしょうかねそれは、まあ、公開された情報での情報事実ですから、まあ、スパイとも言うこともできるし単なる情報でもあるんですがそれは組織的に中国は行っている行ってきたということは事実だろうと思いますねそういうことで中国の共産党がです、ね、派遣を求めてです、ね、米国の虎の王を踏んだのではないかフェアウェイにングバックドアをつけたらどうだと。 こう言って実際つけたかもしれません、その証拠はですね、私はまだ個人的には聞いておりませんが、中国の軍人がですね、アメリカに太平洋の米中に分割しようじゃないかと言ったことがあるんですねで、そういうことを言うぐらいですから、アメリカにある種の情報戦、朝電戦を仕掛けている可能性はですね、私は十分にあると考えております。しかもアメリカ中国の場合はですね、式業という概念はないんですよ。式業じゃななてみんな 国の企業だし、えー、社会主義の下でですね、えー、個人の資本を許すわけがないし、えー、みんな共産党に奉仕せなかとこういうことでございますから今話題になってるのがです、ね、アメリカで地下鉄等の鉄道の車両がですね中国製が多いんですよね。でそれが売り込みも熱心を行っているえるこの場合でも中国の国家企業が製造する車掌には盗聴機器が埋め込まれているではないかとの話題が 噂話か事実かどうか分かりませんが後を絶たないんです。特にニューヨークやワシントンといった金融や政治の中心となる都市部ではですね、シナの車両は使用すべきではないと主張する乗院が議員がいるほどの切迫した状態となっております。前半をこの辺で終わりましてですね、後半でもっと細かい話をですねしてみたいと思います。ご清聴ありがとうございます。